ネズミを狩ろう。やはりお主には人斬りの才がある。よし、褒美じゃ。これは芦名流じゃ。流派という手も堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ、その一時ネズミ狩りに芦名流。流派という手もただ戦に勝つ、ネズミ狩りに何よりお主の戦に芦名流。たネズミ、
子様の命にて、うん、おう、ね、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。巡ってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう、赤色よ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい。巫女様の目指す不死立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが、真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに。千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。セキロ、気が利くの。お、猿酒ではないか。か、火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う。昔、わしは、修羅を、いや、修羅のごときものを斬ったことがある。それは一体。斬り続けたものはやがて修羅となる。何のために斬っていたか、それすら忘れ、ただ斬る喜びのみに、心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ。せいぜいわしに斬られぬよう肝に銘じろ。はっ。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。時に、お主、源一郎はどうじゃった。どう、とは。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして、異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう。源一
一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。不思議りならば、九郎が目指す人事不思ただ行くか不思立ち、そして戦関わる者の願い迷い戦か赤炉よ。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。
大方道中あたりか、クロ様のお考えについては聞いた。して共に不死の地を果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。では。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに行為。私の方は源の後期の手がかりとなり、どうやらタケル様が戦況に帰るため調べら見つけた手がかりについて話そう。手がかりと花巫女様、これは桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものというタケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまた。ありがたく。わかった、目を閉じてくれ。はタケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎょい。花と。まずは。これは。タケル様が残され戦況に帰るため。源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源よりその水が、どうやらそれが源深い渓谷。なるほど、ならばあの谷には源、その落ち谷はいずこに。城の裏手の林の奥にある城、言葉の通りそこから落ちたところ。まともな道はつながっておらぬが、そなた皆も皆、はい、落ちだに、はい、ことまた。なあ、そなた。はい、何やら、そしてただ、どうした。あの顔、嗅いだことが。おそらく、そう、エマ殿が向かって、それが関係。